ちは。いつも YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日のカクテルは人気のスコッチシングルモルトを使ったカクテルです。作者は、千葉市川のバーバグース松本徹さんです。カクテル名はキルダルトンクロス。キルダルトンクロスとはスコットランドにある石を掘って作られた丸い十字架のクロスのことです。こちらのクロスは、アイラ島キルフォーマン蒸留所の近くにあるものです。このイメージぴったりのカクテルです。使います材料は、オリジナルはラフロイグ、そして、当初のオリジナルではゴディバの、ビターなチョコレートリキュールをお使いになっていらっしゃいましたが、そちらが終売になってしまいましたので、今はモーツァルトの、ビターなチョコレートリキュールをお使いになっているそうです。そして最後の一つは生クリームです。まず、ウィスキーとチョコレートをステアします。分量はウィスキーとチョコレートリキュールを1対1、グラスにもよりますので、今25対25ぐらいですか、30対30でもよろしいかと思います。このスモーキーなウイスキーシングルモルトとチョコレートは相性がいいのです。テンタリーではこちらのグラッパグラスを使っています。シェリーグラスもよろしいかと思います。こちらに生クリームを浮かべます。キルダルトンクラス完成です。